インドアフィールドホッケー、またはインドアホッケーは従来の野外でのホッケーの変種である。これはローラーホッケーやフロアボールのような他のインドアホッケーの変種と混同してはいけないインドアホッケースティックインドアホッケーのフィールドアウトドアホッケー場が凍っていたり、または選手にとって暑すぎるなどのオフシーズンの時にインドアホッケーは昔から主に アウトドアホッケーの選手に娯楽として楽しまれた。インドアフィールドホッケーには国内や国際大会がある。最初のインドアホッケーのワールドカップが2003年に組織された。これにはアウトドアホッケーでは高いレベルで戦えなかった国も含まれる。インドアフィールドホッケーはアウトドアホッケーといくつかの点で異なる。小さい試合場と側面の壁がインドアフィールドホッケーを早く。 技術的で身体的なものにしている。無制限に選手交代が可能なルールのようにいくつかのルールが最終的にアウトドアホッケーのルールに影響を与えている。インドアホッケーはフィールドホッケーのプレイヤーがボールへの洞察、戦術やセットプレイへの良き理解を発展させるための理想的なゲームだと言われる。インドアフィールドホッケーは1 9五十年代にドイツで発展し、 他のヨーロッパ国家に急速に広まった。ベルギーはフィールドホッケーの編集を採用した国の一つで、1966年にベルギー出身で後にフィーの会長となったルネ・フランクは FTH にインドアホッケーのルールに対する責任を与えるようドイツホッケー協会を説得した。このことによってフィーがその規約でインドアホッケーを1968年に 認めるようになった。多くの国々でフィールドホッケーが一年中プレイされる一方でドイツやオーストリアではホッケーの季節が夏のフィールドホッケーの時期と冬のインドアホッケーの時期に均等に分かれている。これが競技会での国のチャンスを低下させるという批判もあったが一方で北方ヨーロッパの気候のせいで冬はインドアホッケーをする方がいい。ドイツの場合では それが、選手の能力を高め、補足し、その結果ドイツ人女子チームが、アテネオ,オリンピックで勝利を収め、男子チームが2006年のフィールドホッケーカップや2007年のインドアホッケーのワールドカップカップ、2008年の北京オリンピックで勝利を収められたと主張し得る。ドイツでは、小さい試合場や側面側面板を使用したゲームは、展開が早いため、 インドアホッケーは多くの選手に人気である。また、身体的にも、技術的にも多くのものが求められる。フィーに認められた最初のインドアホッケーのトーナメント戦は1972年に行われた。国際ホッケー連盟はインドアホッケーワールドカップを組織し、2003年から始めた。最初の大会はドイツで2003年に開かれ、地元ドイツが優勝。 ユーロホッケーインドア大会は、男子も女子も1974年に最初に開かれた。フィー・エイヒストリー・オブ・ザ・ルールズ・オブ・インドアホッケー。ありがとうございます。